はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。ですね、うわ、行きましょう。ニュースポスト7でございまして、これおととい23日の7時に出た記事ですね。中国の若者の多くにうつ病リスク、政府によるゼロコロナ対策、厳しい統制、就職難などが影響ということで、こう誰がこんな記事書くんでしょうね、よくわからない。ちょっと読みましょうね。中国政府傘下の中国疾病予防管理センターが発表した2021から22年における中国国民精神衛生調査、そんなんしてるんですね。によると、中国の18から24歳のうつ病発症リスクは 24.1% であることが明らかになった。なんでわかんのって感じですけど、4人に1人はでもうつ病になるかもしれへんでって言うたはるんですよ。ほんまかどうか知らんけど。世界保健機関 WHO によると、先進国では人口10万人あたりに平均9人強の精神科医がいるが、中国では現在人口10万人あたりでは2人弱の精神科医しかいないことが分かっており、中国ではうつ病患者のわずか 9.5% しか治療を受けていないことが実態だという台湾市連合法が報じたと。あ、そういうことですか。台湾のね、まあ、台湾、こんな中国国内でこんな報じたら、お前何やってんねんって、ボコボコにされそうな気がしますもんね。中国疾病予防管理センターが2023年6月に発表した調査によると、山東省のある大学の学生の 21% が少なくとも1回はトラウマとなる出来事を経験しているという。どんな出来事、トラウマとなるって、なんでやろう。その大きな原因と考えられるのは、昨年12月まで3年間続けられたゼロコロナ政策ね。その間、大学生らは大学寮などに軟禁されていたと同じ状況であり、同センターの調査ではこの3年間で自殺者が相次いだと報告している。うわー、そうですか。なんかね、まあ閉じ込められたらね、なんかやっぱりこうそうなってしまうんでしょうね。こうした状況に対し、学生の怒りが爆発したのは昨年11月、中国各地で学生らが中心となって起こした白紙革命だった。これは中国各地で白い紙などを持って集まり、中国共産党のゼロコロナ政策を批判する抗議行動のことで、中国政府は1ヶ月後の昨年12月、厳しいゼロコロナ政策を解除した。しかし、それで若者たちの不安が全てなくなったわけではなく、今も大きな不安に苛まれているのが現実だ。まあ、この後、まあ、続けますけど、これくらいにしておきましょうか。今の中国の学生さんにとっての一番の悩みは多分就職だと思います。まあ、連日のごとくこれ関係の報道が日本でされていますけども、まあ、いろんな記事を読みながらですね、私のザクッとした感覚はですね、おそらく、就職できる人が2割3割 20% 台で、できない人は7割8割ではないかなと思いますね。で、毎年1000万出てくるんですよ。日本ではですね、100万も出てきますね。7、80万ですね、今。ちゃう。そんなんちゃう。日本では50万弱かな。が大学出てくるんですけども。向こうでは1000万ぐらい出てくるんですね。それの就職先はないんですよ。で、なぜないかというと、中国の経済が今、成長が止まってマイナスになってるんですね。まあ、もちろん当局は発表は成長しますよ。でもそれは大本営発表なんで。で、マイナスになってて、しかもですね、これまでですね、ものすごいこう雇用を作っていたのがですね、IT 系の民間企業なんですね。代表的なのがアリババですね、テンセント、ですね、ディディ。そういう大きな僕らでも知ってるような IT 系の大企業がですね、毎年何万人というですね、雇用を生み出していたんですけど、それがほぼゼロになってるわけですね。その周辺もないわけですよ。
で、国有企業みたいなでっかいところも取ってるんですけども、経済がなんせ成長してませんから取れないわけですね。で、GDP の2割、3割を担うと言われた、あるいは4割を担うと言われた不動産業をほぼ知ってます。だからですね、人を雇うところがないんですよ。だから就職できない。成長センターがなくなってしまったんですね。で、だからやたらと大学院への進学者が多いというふうに書いてある記事もあります。それを考えればですね、中国の大学生、これからも悩みは深いですね。せっかく大学出たけどもですね、ふさわしい職業はないわけですね。で、エッセンシャルワークはあるんですよ。あれですね、お料理を運んだりとかですね、まあそういう仕事ですね、レストランで、ね、ウェイトレスやったりとかですね、そういう仕事ならあるんですけどもですね、なかなかそういう大学を出てまでそんな仕事は嫌やんとかいう人が多いわけですね。日本でもね、最近その僕なんかはコンビニのレジ打ちの人しか見てないんですけども、もう中国人がいなくなって、ベトナム人ですよね、最近は。今の中国の若者はね、そういう仕事をしたがらないんですね。もっと机に座ってですね、PC を相手にですね、パチパチやるような仕事がいいわけでして、エッセンシャルワークはなかなかね、となると、どんどんですね、こう、失業者、卒業、即失業なんていう言葉がありまして出てくるんですけども、同時にできない人はですね、就職できない人はですね、どんどん鬱になっていくんじゃないかなと。これね、はっきり言ってね、不安不満のマグマが溜まってるんですね。去年の11月にここに書いてある通り、こう白紙革命っていうのがですね、広がったんですけども、今後何かあるとですね、もう一発ですね、第二の白紙革命が勃発しないとも限らないし、さらに言えばですね、久々の天安門型のですね、反政府運動みたいなこともですね、起こらないとも限らないですね。昔と違ってね、厳しい、大変厳しいですけども、いや、何が起こるか分かりませんよ、私、今、中国。で、中国の国内の混乱っていうのはもうある程度ですね、予測というか起こり、それは起こりうるだろうというふうに僕なんか思うんですけども、アメリカやイギリスのね、西側政府もある程度それを見込んでる感じがしますね。つまりですね、もしかしたら私が生きてる間ぐらいにですね、共産党の一党独裁の政権がですね、覆るような出来事がですね、起こるかもしれないんですね。ねえねえ、やるわけないやんってみんな思ってるでしょ。僕もね、昔ソ連がある時にそう思ってました。こんなもん俺の生きてる間にソ連がなくなったりせえへんわと思ったらですね、生きてる間どころがですね、まだ30にもならない時にですね、29歳やったかな、ソ連なくなったんですよ。皆さんは知らんでしょう、ソ連がある時のあの国のなんともこう不気味さ、ものすごい不気味な存在だったね、ソ連っていうのは。で、もうそんなもう国内隅々全部監視社会やったわけですよ。それがああも簡単に崩れるとは思いませんでした。で、だからね、今の中国の共産党の一党独裁もね、そんなね、人間社会においてね、その永遠っていうことはありえないわけですよ。で、しかも今かなり経済もやばい状態であってですね、中国人ってね、割合ね、こうなんていうか不安があるとですね、ガーッと表に出すタイプなんですよ。日本人はおとなしいですよね。なんで、ですね、これはですね、鬱は鬱になってる人もですね、何かお前らさん何日やどこどこに集まろうやみたいなことが起こればですね、こう、そうなっていくかもわかりませんし、それこそ赤信号みんなでっていう世界でですね、全国一斉にというか、全国各地でうにゃ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 みたいなことがあればですね、取り締まりのしようがなくなるわけですね。例えば国民の2割3割の人がですね、そうわーって騒ぎ出したらですね、無理でしょ。無理だと思うんですよ。でもそういう騒乱がですね、起こりうる土壌はこの若者の失業問題、鬱問題ではないかなと思います。だから危険なマグマはどんどん溜まってるんですよ。
でこれをですねこうこう綺麗にしようとして習近平が台湾や台湾行くでというふうになる可能性もあるわけですね。はい、ということで一応このポストセブンのですね読みかけましたページのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。